京の大仏は京の方向時にかつて存在した日本の大仏。豊臣時代から江戸、徳川時代の中期にかけて新旧三代の大仏が知られ、江戸時代には日本三大大仏の一つに数えられた。江戸の後期も天保年間になって再建された四代目は昭和の後期まで存続していたが昭和48年、失火により消失した。本校では 大仏を主題に、大仏殿についても述べる。天正十四年、豊臣秀吉は、天正自身を機に、奈良の東大寺に習って、大仏の建立を計画し、大仏殿と大仏の造営を始めた。文禄四年、大仏殿が、ほぼ完成し、高さ約十九メートルの木製金、漆塗り座像大仏が安置された。文禄五年、安房国の大名であった、里見義安が、 マサキヨリタの家臣と共に上洛した際にも、この大仏が記録されている。しかし、慶長元年に起きた慶長伏見地震により、海岸前の大仏は倒壊した。この時秀吉は大仏に対し、己の身さえ守れないのかと激怒し、大仏の未見に矢を放ったと伝える。慶長3年、秀吉は法要を待たずに死去し、同年、 大仏のない大仏殿で海岸法要が行われた。大仏殿は高さ約49メートル、南北約88メートル、東西約54メートルという壮大なものであり、また境内は現在の宝光寺境内のみならず、宝国神社、京都国立博物館、妙法院、地釈院そして33県道をも含む広大なものであった。大仏殿は、 現在、報告神社が立つ位置にあった。秀吉の子、豊臣秀頼が石を継ぐ形で、豊臣家家臣の片桐勝元を担当者として、今度は、同性で大仏の再建を行ったが、慶長7年11月、芋野市の過失により、仏像が誘拐して出火し、大仏殿は炎上した。これには、放火による慶長9年の消失とする遺設もある。 慶長13年10月には再び大仏及び大仏殿の再建が起訴された。大仏殿の創建は慶長15年から行われ、徳川家康も諸大名に負担その他を命じ、自身も米の供与や大工、中井正清を送っている。また、大仏に貼られる金の板金は江戸で鋳造されている。6月には自鎮祭が行われ、 大仏殿と同性の大仏は、慶長17年に完成した。慶長19年には4月、盆昇が完成し、南禅寺の禅僧文映神官に命じて、名文を起草させ、落慶法要を行おうとしたところ、7月に、徳川家康より、盆昇の名文について、不吉なごくがあるとの意義が唱えられ、法要中止の求めがあった。これが、豊臣家と徳川の争いに発展し、 両大阪の陣を経て、豊臣家の滅亡につながる、世に言う、方向寺証明事件である。その後、漢文2年の地震で、大仏は消破したため、新しく木造で作り直されることになった。壊れた方の大仏の銅は、官営通報の中造に用いられたと言われるが、当時もルフしたデマである。新しい木造大仏は、都名書図によれば高さは6畳3尺で、 奈良の大仏よりもかなり大きかった。大仏殿は東西27間南北45県で、これも奈良東大寺の大仏殿をしのぐ規模であった。人気の観光地となり、東海道中膝栗毛では、矢直家が大仏を見物して異様に驚き、手のひらに畳が8枚敷ける、花の穴から傘を差した人が出入りできると、その巨大さが描写されている。 完成10年の7月には、大仏殿に雷が落ち、本堂、楼門が焼け、木造の大仏も怪人に返した。K の K の大仏さんは、天下で焼けてな33剣道が焼け残ったありゃ、どんどんどんこりゃどんどんどん、という K のわらべ歌はこの時の火災のことを歌っている。その後は同様の規模の大仏及び大仏殿が再建されることはなかったが、天保年間に、 現在の愛知県の有志が旧大仏を縮小した方より上のみの木造の大仏像と仮殿を作り寄進した。しかしそれも昭和48年3月28日深夜の火災によって消失している。消失前には道内に方向寺と大仏に関する遺物の一部を展示し通年の拝観も可能であった。大仏殿跡緑地大仏がかつてそこにあったことの 名残として今日、証明事件の元になった盆章が吊られた首楼と、書章の名が刻まれた石類や石灯を見ることができる。大仏殿の台座があったと考えられる場所は、大仏殿の跡緑地として整備されている。大和王子七条にある、大仏前交番や、京都大仏前郵便局など、周辺のいくつかの施設名に、大仏の名を留めている。また河原の産地としても知られ、 大仏瓦の名が今に残る。かつては門前で名物大仏餅も売られていた。東西の通りである正面通りはこの大仏殿の正面につながる通りであることに由来している。ありがとうございます。